今日のメインはスターズが勝ちました。次青森に来る時は私がファイブスター優勝者としてこの青森に帰ってきたいと思います。まゆさん、まゆさん、まゆさん、1回戦初戦ですね。同門対決、お互いに遠慮なく潰し合いましょう。よろしくお願いします。でメイン勝って締めることができました。ありがとうございます。やっぱスターズで締めるのは気持ちいいですね、はい。まあ次仙台試合やって、その次はもうファイブスター始まりますね、1回戦まゆさんとのシングルマッチ、まあ、今回ね今日も私が取って幸先スタートを切ったんで、ファイブスターもまゆさんを倒して優勝まっしぐら、まっすぐ全勝優勝いきたいと思います。まあその夢はね、初戦から打ち砕いていきたいと思います。まだまだね、葉月とは復帰して初のシングルマッチになるのかな。まあ自分は同門対決最高の試合をした上で、まあ初戦ですけど、このタイトルかかってないですけども、自分はこのベルト、もしね葉月が勝ったんで挑戦してくださいとかそういうこと言われないように、初戦から自分の IWGP の王者としての力を見せつけていきたいと思います。まあまたね、この青森で試合やるときはまたまたスターズが締めたいと思うので、このね温かい会場でまた試合ができたらなと思うので、また応援してください。はい、私青森で初めて勝ったんです。ありがとうございます。本当にしかも締められたし、めっちゃ嬉しい嬉しいことだらけのこのスターズの勢いのまんまで、ファイブスターにも突入していきたいと思います、はい、いきます、せーの、 We are スターズ。ありがとうございました。ユナモン、ユナモンは
今のままでも十分魅力的だと思う。でも自分自身に勝てないやつが勝負に勝てるはずないの。タムはその強い気持ちのことを言ってんの。もしヘナモンが我慢できないぐらい辛いんだったら無理にコズアイを選ばなくてもいい。ユナモンが好きにしたらいいと思う。自分は自虐系アイドルを10年近くやってきたけど今まで一度も自分が変わりたいって思ったことなくて、そんな自分が自分を変えてまで入りたいと思った場所がコズエンなんです。アイドルの時よりも100倍人生で輝きたい。コズエンに水森優奈入りたいです。わかった。じゃあそのユナモンの熱い熱い強い気持ちを次のニューブラッドで思いっきりぶつけてこい。ナッツボーイに。私来い。ナッツボーイは最強だから。私？うん、お願いします。わかった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 。私は今最強目指してまっしぐらに進んでるから、ちょっとやきょっとじゃちょっとやきょよっとじゃ倒されないよ。そっとショット。だからコズエンの先輩として全部を受け入れる。全力でぶつけてきて。みんなで最高のコズエン目指そう。イエーイ。バイバーイ。ちょっとやきょっとって何？きらめく女子プロレススターダムの大阪ビッグマッチ、スターダムスターダム2023大阪夏の陣、8月13日エディオンアリーナ大阪。女神たちの激闘を見逃すな。宇宙一きらめくスターダムの夏祭り、ミッドサマーフェス2023、8月19日大田区総合体育館。過去と未来が交錯する瞬間、会場で目撃せよ。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。